MTV バンクスの天元チャンネル。バイ。ウェルカム中ソウル。韓国に着きました。あれこれ3年ぶりくらいの韓国旅行になります。初の地下鉄。これはどうやって？ソウル市内に向かいます。地下鉄から上がってきました。韓国は雪が降ってます。どうも雪の妖精です。雪の妖精が舞い降りました。舞い降りてます。わあすごい、ほらほら頭に。さっきまで普通に晴れてたのに。晴れてたよ。着いた時暑かったもん。ちょっとプレッチル。わあ美味しそう。チヂミ。めっちゃ美味しそうよ。でもやっぱりさ、日本で食べる韓国料理も美味しいけどさ、韓国で食べる韓国料理がやっぱり美味しいね。キムチの味も全然違う。韓国に着いて初めての韓国料理。だって午前中空港で自動販売機のパンサンドイッチ。朝早すぎてお店やってなかったんだよね。いやたまにはいいね、こういうご褒美。リナさんは韓国に来ての健在でした。最高なキャラクター。そう韓国の店員さんに向かって日本語で思いっきり喋る。いや言葉が違くても気持ちがあれば伝わるんだよ。伝わる。でもジョー君結構韓国語理解して喋れてるから、ジョー君がいてよかったよ今回。だって私初めて電車にも乗ったし、韓国で。あ、ポークじゃんそれ。スパムが入ってる。スパム。通じた。うん。そっから来たよ、通じた。豆腐と白菜とスパムいっぱい入ってる。おお、我慢できなくてプリングルス食べてます。でもあんなの全然大丈夫なくらいお腹空いたよ。空いてたよ。全然ご飯食べれるもん。しんちゃんマシッソー。ごちそうさまでした。そうよ、寒い。美味しかった。ミョンドンに着きました。今日は韓国2日目です。おはようございます。おはようございます。今日は朝からミョンドンの始まりです。2日目です。今日は何度だっけ。今日は今マイナス7度です。
今日の夜は一応マイナス12度行く予定らしいです。あ、もう寒さがね、顔に突き刺さる。ミョンドン来ました。え、おお、おや、ああ、ご飯だ。じゃじゃーん、おいしそう。カンサムだー。今日のランチは味噌チゲ。私の味噌チゲ、味噌チゲ、うん、と味噌チゲ、ねえ、味噌チゲと味噌チゲ、味噌チゲと味噌チゲと。ジョー君はサムゲタンね。僕はサムゲタンです。じゃーん、チャイモッケスミだ。日本の味噌じゃない、なんかちょっと香りが、うん、うん、美味しかった。美味しかった。サルモッケ、サルモッコ、サルモッコスミだ。食べました。わ、ニューメンバーが合流。すごい、ちょっといきなりあのボタン、わかったんですけど。まさかの。待って、僕ずっとホテルでアームウォーマー探してて、うん、全然ないと思って、うん、ないと思って絶対ホテルのどっかでなくしちゃったと思ったら、うん、帽子の中にアームウォーマー入ってました。いやー、いやー、ミョンドンでーす。もうそんなことよりも、ほら、ともくん合流してくれたから。おはようございます。まさかの。いやー、まさか韓国で会えるとは。シングライニング。シングライニング。インコリア。インコリア。インコリアデビューです。やばい。明日から行きます。もう俺が登場した瞬間さ、すんごい喋り出したからさ。まさか。ミョンドンの街並みです。ちょっと夕方に近づいて、なんか屋台がどんどんミョンドンに出てきました。カニさん、わー、シーフード。ホンデに到着。ここがメイン通りです。ここがメイン通りです。まもなく5時半くらいかな。5時半ですね。ちょっと暗くなってきた ね、 暗くなってきたね、夕方。あ、ここ行く。トモくん、写真撮らない？韓国っぽい。プリクラが撮れるお店らしい。すごい。ちょうどクリスマス時期なので皆さんこれを。あ、確かにいいね。なるほどね。なるほど。こういうのね。じゃあトモさんこれね。はい、こんな感じか。はい。ニナネーは。うん。いいよ、それで。ツリーね。はい、オッケー。私なんかトナカイっぽくない？色はトナカイっすね。僕はこれで、ハナ、ドゥ、ペ、キャンキャンみたい。あ、なんか一番アイドルしてたな。キャンキャンみたい。ハナ、ドゥ、ペ、はい、オッケー、オッケー。皆さんでみんな1枚ずつ選んで、じゃあみんな1枚ずつ選んで、はい、盛り上がってます。おお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 お定番。あ、韓国っぽい。定番。一歩よ。一歩よ。なんかクリスマスイルミネーションになってるよ。いや、ここ映えじゃない？これいつもはこうじゃないでしょ？ここ。これはイルミネーションは今だけです。ね。土日とかそこホコテになってストリートパフォーマンスとかやってたりする。へー。いっぱい買い物しちゃったよ。結構買いましたね。うん、
そう。誕生日プレゼントも買ったんですか。そうなんですよ。さすがです。美奈子さんが12月にお誕生日がやってくるので、韓国でしか手に入らない、日本では買えないアイテムをゲットしました。優しい。可愛いのが買えた。すごいな、みんなで動画撮る。盛り上げない。怖いよ。2日目のディナー、夜のご飯で、夜ご飯、念願のサムギョプサル、うまい。どうして？ちょっとごめんなさい。うん。おいしい。マヘソ。うん。まあうまい。さ、うん。やっぱさ、サムギョプサルでよかったよね。ねえ、ともくん、やっぱサムギョプサルでよかったね。正解です。今回ね、もうさ、俺が提案する料理をことごとく載ってないの。たくさんまりとコプちゃんだったんだけど、両方ともさ、乗ってくんないのよ、先輩が。来たよ。乗ってきた。乗ってきた。ありがとうございます。じゃーん。冷たい。私とチャーンやって、ちゃんとこういうのが正面見て飲んでたんですよ。あー、目上の人。チャーン。ちょっとこうやって、こうやってやんないと。すいません。うわ、すごい。胸に手を当てない。どうぞ一生懸命撮影してる。満タンするな、俺。ありがとうございます。いただきます。じゃーん。うまっそよ。韓国旅行終わりましたね。ついに帰っちゃいますよ。これから日本に帰ります。あっという間の200年間。正直なことを言うと、帰りたくない。もう少しさせて。確かに。現実を見させないでください。さよなら、グッバイ、コリア。アニョン。ありがとう、コリア。またね。またね。これ、やばい。すごい、これ。